もちろん大人の関係よ。噂通り、噂通りすごい大きさだったわよ。ハヤト君のそのチンスコ。チンスコ。オーカちゃん。うるい。私もハヤッチの大人の大きいチンスコを食べたい。アミちゃん絶対外で行っちゃダメよ。なんで？いつからチンスコなのよ。え、ねえオーカちゃん、本当にハヤト君のチンスコは食べてないのね。ああ、はい、食べてません。なんだ騒がしいな。あ、ハヤッチ、今ちょうどハヤッチのこと話しててね。ハヤッチの大人のチンスコ、すっごいでっかいんでしょ。アミちゃん、はあ、誰アミにこんなどぎつい下ネタを教えたの。オーカちゃんよね。そうかな。うん、オーカだね。オーカ、お前は誰よりアミを可愛がっていると思っていたのに、がっかりだ。ちょっと待って、